everyone, it's Froggy, and I'm back again with another episode of Amnesia Memories, so I'm just gonna go ahead and start. いい加減にしてくれませんか？え、僕？ A 先輩、あなたです。なんでいきなり朝から怒ってるの？あれ、そもそもシーン、今日シフト入ってたっけ？問題はそれです。うん。昨日の夜中、ミネから電話がかかってきました。あ。一気先輩に振られちゃったんで、明日のバイトはボイコットします。あと、よろしくお願いします。だそうです。おい、ミネ、what even? それは、なんて言っていいのか。こうやっていきなり辞めていった女子従業員って、何人いましたっけね。迷惑なんですけど、本当に。店長は、あなたの体質が戦力になるって言いますけど、正直、諸刃の剣じゃないですか。ま、ミネはこれで辞めるほど神経細くないでしょうけど、少し自重してください。それから振るときはソフトにしてください。うん、いや、ソフトにしてるよ。ああ、そうでしょうね。で、必要以上にソフトに振るもんだから相手が諦められないってわけですか。とりあえず今日は俺が入りますんで。 I wanna feel bad for Iggy, but I really don't. うん、よろしく。悪いね。一気、ミネを振ったってどういう風に振ったんだろう。うん。一気がはっきりしてくれた方がいいとは思うんだけど、それで仕事休むなんていい加減だな。Yeah, well. こっちは記憶喪失でも働いてるのにさ。Yeah, well, nobody knows that. まったく、朝からやれやれな職場だね。前からずっとこんなだったのかな。で、シン。何ですか？君はそれをまた店長に告げ口したわけだね。しました。おお。諸君、朝礼を始める。おお、ガード。昨日、当店の従業員間でまたしても交際関係のトラブルがあったと報告を受けた。それに関連して従業員が一人シフトを変わっている。ねん、シンは such a tattletale, my god。このようなトラブルは店舗経営戦略上の大きな妨げとなる。該当の者はいい加減反省して態度を改めるように。以上、解散。店長。言うな、個人的には同情している。よし、終わりっと。Good. ミネのやつ、結局来なかったね。このまま辞めたりしないよね。I doubt it. まあ、お店には迷惑だろうけど、少なくとも一気に二股かける気はないようで何よりだよ。彼女が誰なのか公言してるし、振ったとか振られたとか、そんな話されても平気な顔だし。True. まあ、そういうところだけはあいつのいいとこかもね。君と一緒に帰ることだけこそこそ隠してるけどさ。 Yeah, well, I think it's just because he doesn't want me to get killed. それじゃ、今日も一気が他の女とイチャついてる間、いつもの場所で待ってよっか。Oh, hello. おお、なんか大きな人が立ってる。こっちじっと見てるけど。こっち見んなよ。何？君の知り合いなのかな？ごめん、遅くなって。またす。お前なのか、ケン。おお。久しいな、一級。あれ、知り合い？なんか緊迫感溢れてるけど。テンション？そうか。とうとうこの時が来たのか。おお、dear。ああ。君と対峙できるこの時を私はずっと待ち続けていた。僕の方は一生来ないでくれてもいいと思ってたんだけどね。But I thought you guys were friends! 残念だったな。うん。命乞いをするなら今のうちだぞ。私は君にとどめを刺すために思考の兵器を作り上げたのだからな。Ken, please don't kill my boyfriend.
Okay, thanks. I mean, you're cute, and I want to take you home, but really. 思考の兵器、そう。逃げ場はないってわけだね。君、後ろに下がって。いやいやいや、なんかここだけ世界観違ってきてない？僕にとどめを刺すか。だけど僕は君に屈しはしない。君が僕を倒せると思うならやってみればいい。当然そのつもりだよ、一休。君の未来を閉ざすこの兵器、私はこいつの研究、論文、睡眠、そう、まさにありとあらゆる時間をこの兵器の製作に捧げたのだ。なんだと、ケン、そこまでして僕を。さて、別れは惜しいがこれまでだ。私はこの兵器を使い、貴様を永久に葬り去るとしよう。食らうがいい、一休。私の作り上げた思考の芸術品、死のすべてを貴様に捧げてやる。 This is gonna be something weird, isn't it? please stop and, please stop. Can you not kill my boyfriend? いったー！どうかしてるから僕も痛い！大丈夫？すまない。まさか割り込んでくるとは思わなかった。ごめん、怪我はない。立てる。大丈夫そうだね。よかった。いや、結構派手にこけて痛いんだけどね。うん。でもびっくりした。まさか飛び込んでくるなんて。Oh, Kent, what even? もしかして、僕を助けようとしてくれたの？ Clearly. もしそうなら、ちょっと嬉しいなって。不謹慎かな。He's blushing again. How cute. Can't wait to see Kent blush. Oh my god, I love this! Glover versus Spade. Ooh. Interesting, interesting. あ、紹介するよ。こいつはケント。僕の親友というか悪友というか。Then what the heck was that? 好敵手と呼んでほしいね。好敵手だって認めてくれてるの。それは光栄だね。前に話したことあったよね。数学で大学院まで行っちゃったバカなやつの話。おい。大学院まで行ってこんなくだらない兵器作ってるんだから、やっぱりバカでしょ。ほら見てよ、この紙。兵器ってただの数学パズルだよ。ああ。ただのとはなんだ。私が研究と論文と睡眠の時間を割いて作ったものだぞ、それは。Yeah, I knew it was gonna be something stupid. それはさっき十分聞いたよ。本当に難しそうなのをどうもありがとう。今回のパズルは数学兵器と呼ぶにふさわしい出来だ。さすがの君にも解けまいよ。言ってろよ。Oh dear.へえ、なんかこんな風に気取らない口調で喋ってる一輝って初めて見るね。相手の男は親友だって言ってたけど、一輝って本当の友達にはこんな顔も見せるんだ。ケン、うちに寄ってくだろ。彼女も一緒でいいかな。私が拒否する理由はないな。むしろこちらが一緒でいいのかと聞くべきじゃないのか。ねえ、いいかな。この後用事ある？I'd definitely like to go. I don't know if I should. No, I want to go. Let's do this. ぜひ寄って行って。へえ、一輝の部屋ってこんななんだ。意外と落ち着いてるね。Yeah, it looks really nice. 何を物珍しそうにしている。君には慣れた場所だろう。あ、しまった。そうなのか。初めてだよ。このお姫様はキスもさせてくれないんでね。部屋になんか連れ込めないよ。うんふん。おお、そこまで苦戦していたか。なるほど。ついに一級にも落とせない女が現れたのだな。決めつけないでくれ。まだ3週間あるんだから。なんだ、そうか。数学だけでなく、女性関係でも君の泣くところが見られそうだな。見られるわけないだろ。冗談にしても笑えないぞ。うん。あ、適当に座ってて、飲み物を持ってくる。Talk to me, Kent. Tell me everything. なんでこっち見るんだろう。He's so cute. Oh, I just want to take you home.
って、ビビってる場合じゃない。I'm gonna take you home next time. このケントってやつに一気のことをいろいろ聞いてみなきゃ。なんと言っても親友だよ、親友。Yep, let's do it. 一気の友達付き合い、大学での生活、過去の女性遍歴、聞きたいことが満載じゃない。You seem to get along with Ikki. Is Ikki really good at math? Have you met Ikki's past girlfriends? So ask about the girlfriends. あるな。Okay. だが君は私の知っている女性たちとはかなり性質が違うようだ。Yeah, well, I'm not trying to jump in bed with him. あの一休が苦戦を強いられていると聞いて、私も君には興味を持っていた。Ooh, you have an interest in me, eh? しかし、いざ会ってみると、意外に凡庸だな。Oh, well, so sorry. なんだと? Right? 私の知る限り、一休の選ぶ相手は比較的発育のいい女性が多かったが、君は彼女たちと傾向が違う。あいつとしては逆にそこが新鮮だったのかもしれないな。ずいぶんはっきりと失礼なこと言うやつだな。Well, he's a very straightforward guy. You seem to get along with Ikki. Is Ikki really good at math? You seem to get along with him. そうだな。一休とはあいつが大学に入った頃からの付き合いだ。バカバカしい話だが、知り合ったきっかけは女性関係のトラブルでな。Oh. 当時私と交際していた女性が通りすがりの一休に惚れたと言い出し、揉め事になったのだ。Oh, well, that's terrible. I'm so sorry. 三角関係の修羅場から生まれた友情? Yeah, that's kind of weird. 新しいの。もはや語るも笑い草の話だがな。あいつはそれが体質だと言い張った。誘惑したのなら素直にそう言えばいいものを、体質だから仕方ないなどと。失笑者の言い訳だろう。今でも聞くたびに笑いが出る。そのような体質、私の現在持ちうる知識ではどうやっても説明できない。Yeah, it doesn't make sense. その後、交際していた女性とは縁が切れたが、彼女のことは別段問題ではない。See, I would be best for you because I don't fall for Ikki. 問題は、あれから3年が経過しても、あいつが主張を譲らないことの方にある。私も、あいつの周囲に奇妙なほど女性が集う傾向があるという事実は認めている。だが医学的にそのような体質が立証できない以上、そこには心理学的、あるいは社会学的理由があるはずだ。そしてその理由に興味を持った私は、あいつとの交流を続けているわけだ。観察の果てに得られる真実を見るためにね。OK。どっから突っ込んだらいいんだろう。Right? つまり女の子はどうでもよかったけど、あの体質に納得できなくて今も付き合い続けているってこと？変わった友情だね。Little bit. Is Ikki really good at math? ああ、数学パズルのことか。あれはお遊び問題集みたいなものだ。問題というものは解くよりも作る方が難しい。私は数学科のドクターコース在籍。一級は経済学科の会計学専門。数字が苦手な方ではない。つまり、そういうことだ。問題の作り手が逆だったら、公的主にはなり得なかっただろう。うん。それでも、全力で作った問題を解いてくれる相手がいるというのは、やりがいがあるものだ。つまり数学の実力には差があるけど、作り手と解き手としては釣り合ってるってことか。一期って会計学が専門なんだね。意外に地味だな。Yeah, true. なんか聞けば聞くほどこいつが変わったやつだってことが分かっただけのような気がするね。Yeah. You're pretty strange. You could be nicer about it. You could be nicer about it. You're kind of a dink. それは私の言い方が厳しいという意味かな。Little bit. 実によく聞く意見だね。やはり君は見た目通りの凡庸な女性のようだ。Thanks.半なんだよこいつ。さっきから凡庸凡庸って自分が非凡だって言いたいの? That is really too harsh. なぜ凡庸という表現をひどいと思う? 君自身に自分が凡庸であるという劣等感があるからではないかな? No, but Outraged. お待たせ。二人とも仲良くなったみたいだね。うん。どこがだ?
あれ、違った？楽しそうに口喧嘩してるなと思ったんだけど。ケンにとって口喧嘩は親愛表現みたいなものでしょ？おう。そんなわけはないだろ。じゃ、話も盛り上がってるところでお茶にしようか。いや、盛り上がってないから。Everybody's mad. あ、勝手にコーヒーにしたんだけど、紅茶の方が好きだったっけ？君は相変わらずコーヒー中毒だな、一休。そうだよ。メイドの羊だって半分はそれで勤めてるようなものだからね。あそこ、料理はまずいけど、コーヒーだけはまあまあだから。違いない。はあ、なんだか変なコンビだね。ああ、もうこんな時間か。暗くなったね。送ってくよ。Thank you. That'd be nice. そうか。なら私はここで失礼しよう。Bye, Kent. ああ、パズルありがとな。やってみるよ。ぜひそうしてくれ。ギブアップの際にどんな罰ゲームをやってもらうか考えておく。ギブアップなんかしないって言ってるだろ。その宣言が叶うかどうか楽しみだ。じゃあこっちも出ようか。ケント抜きで夜に二人っきりになる勇気はないでしょ。それとも泊まってく？いいよ、着替えくらい貸すよ。ちょ、なんで前に立ちふさがってんの？イキ、What are you doing? 大丈夫だよ。それほど女に飢えた狼ってわけでもないから、我慢しろって言われればするよ。なんなら僕は床で寝てもいいし、何もするなって言うなら何もしない。その言葉を信じるかどうかは君次第だけどね。でもまあ一般的に言えば、夜に男の部屋に上がっておいて何もするなっていうのはね。I only came because Kent was here. どうしたの？真っ赤だけど。ねえ、本当に止まってく。Oh God. ごめん、冗談。そんな必死な顔で。No, he's cute when he laughs. 送ってく、送ってく。何もしないって。じゃあ行こうか。はあ、外寒いから上着貸すよ。明日バイトの時にでも持ってきて。いや、ごめん。でも今の顔。He's laughing at me. 笑い事じゃないぞ、乙女的には。Yeah, Icky. 今僕の頭の中では逃げ出す言い訳百言集が駆け巡ってたんだからな。Thank you, Orion. You've always got my back. でも本当にさ、君の覚悟ができたらいつでもこの部屋に来ていいんだよ。 Thanks. 泊まる方じゃなくて一緒に住む方の話ね。 Oh. 今日は下見になったかな。ま、考えといて。 はぁ、無事に帰ってこれた。 And thank goodness for that. 友達が一緒だって言うから安心して行ったのに、ひどいじゃない、あいつはもう。それにしても最後のあれは何だったんだろう。一緒に住むってキスもしてないのに同棲も何もないじゃんね。 Plus, isn't he like leaving me in a month or something? でも前からそういう話をしてるっぽい言い方だったよね。なんでそんな話が出てたんだろう。 Maybe he can't afford living alone. Maybe he feels lonely living alone. He's probably lonely. で、一気が？Well, I mean, just because you're surrounded by a bunch of people doesn't necessarily mean that you don't feel lonely. でも、一人で寂しいなら、ケントでもルームメイトにすればいいような気がするけどな。同棲は一気の方から提案してるような言い方だったよね。でもって、前の君も渋ってたっぽい感じで。あ、もしかして、一気が言ってたあと1ヶ月っていうのは、この返事を決める期限なのかな。Could be. Ah, でも、ミネもあと1ヶ月って言ってたよな。And she wouldn't know about that, that's true. 今日は、一気のことまた少し分かったような、また少し分からなくなったような感じだね。まあ、そろそろ考えるのは終わりにして寝よっか。Yep. また明日頑張ろう。それじゃ、おやすみ。Good night, Orion.
Who can't? He's still cute even if he's rude. August 10th. And I'm going to end this episode here for today. Hope you guys enjoyed it. If you want to see more, just click the eye at the top and don't forget to subscribe. Thanks for watching.